やっと箱割り iPhone12 をやってきました。今日はプラスランバーから新発売された iPhone12 用のスマートフォンケースについてレビューしていこうと思います。新発売されたケースはこの2つ、ハードケースタイプのオールアラウンド、そして手帳型タイプのフリップケース、どちらも木の種類は3種類、チェリー、ウォールナット、そしてエボニー。それでは見ていきたいと思います。つけてみました。側面すべて樹脂で覆われていますので、しっかりと保護することができております。側面には滑り止めの塗装を施しているので、しっかりとグリップします。そしてオールアラウンドケースの最大の魅力は、大きな面で木をダイレクトに感じられることです。もちろんですが、ケースを装着したまま充電だったり、あと各種ボタンを操作することもできます。じゃあ次はですね、このフリップタイプのエボニーのケースを取り付けてみたいと思います。はい、取り付けました。手帳型タイプなので、しっかりとディスプレイを保護することができております。このフリップケースの特徴は、機能にも優れているということです。蓋部分にはカードを収納するためのスリットが入っております。手帳型のフリップケースは iPhone の高級感をさらに引き立たせてくれるようなアイテムかなと思います。プラスランバーの iPhone ケースはプラスチックのケースとは違い、木は静電気を帯電しにくい性質を持つので、ホコリが集まりません。手触りもサラッとし、とても快適です。タコアではオプションとして苗根刻印というサービスがございます。このケースにですね、名前だったりオリジナルのイラストだったりロゴマークだったり、そういったものを刻印することができます。そういったところでちょっと差別化してみるのもいいかなと思います。きっとおしゃれになると思います。今日ご紹介した以外にですね、11、10のケースも作っております。皆さんいかがだったでしょうか。プラスランバーのケースは本当に自然の木目が美しいですし、手触りもいいので、画面を見る時間よりも木目を眺めている時間の方が長い携帯がメインにはなるんですけど、このプラスランバーのケースは iPhone に負けることない魅力を持ったケースかなと思っております。今回の動画は以上になります。僕の方こういった動画も作っていますので、ぜひそちらもご視聴ください。以上、箱は製造部佐々木でした。